ダンジョニアス。ですね、今日はとうとう、リトルビッグからパンツが入ってまいりました。まあ前回ね、前々回かジャケットだけ入ってきたんですけども、今回やっとパンツが入ってきましたので、今回紹介いたしますと。で、ですね、今回、まあ、ちょっと諸事情によってですね、ワイド、これワイドの形とテーパードの形と、2パターン入ってきております。これワイドですね。まあ履いたら分かります。先に履きます。まあこれで、この2型が、テーパードの形という風になっておりますね、うん。ちなみに言うとなんですけど、これで当店のリトルビッグのラインナップは、完納というか、これで揃ったという形になります。もうデリバリー今期に関してはないですね、基本、うん、もうないと思います。ないです、はい。なのでこれで一応ラインナップ揃ったという形になっておりますと。じゃあ早速ね、着ていきます。はい、どうだ、これが私がね、かねてからね、言っていたセットアップでございますよ。ワイドですね。下ワイド履いてます。サイズ1です。お値段、4万2000円でございますね。どうよ。で、中にモダンエイジ着てます。うん、これもう全身リトルビッグっすね。このそもそもなんですけどもね、このエアマックス龍松本モデルを何のために買ったかと、このためなんですよ。このスタイルをするために買ったんですよね。いやー、ええー、なー、僕サイズ1でいいっすね。で、今ちょっとこれ裾はお直ししていただくような感じなので、まあちょっと折り返してますけども、僕サイズ1でウエストとか、あ、その辺は OK ですね。どうよ、いいっしょ。いや、早く歩きてえな、これで街を。早くお直ししてもらいてえな、これな。なんかそういう感じですね。まあじゃあちょっと真面目にお話しするとですね、まあ2タックなんですよ。2タックなので、まあこのウエスト周りがこうシュッとなって、こっからももにかけてブワッとこうちょっとボリュームがある感じですね。そう、もう結構この辺がすごくないですか、ボリューム。このウエストからこのももにかけて、ここの広がりがまたこうめちゃくちゃボリューミーです。これでだいぶワイドですね、これ。すごい、太いです。うん。結構ワイドですね。で、まあ生地はジャケットと同じなんですけどね。めちゃくちゃいいな、この生地な。すげえ、滑らかでもありつつ、さらっともしつつ、ちょうどいい肉感のあの厚さでいいですね。はあ、うん。やっぱ僕の気分としてはこうやって、まあちょっとゴツめのスニーカー、まあアドバンでもいいんですけど履いて、中にカットソーとかがな、中にカットソーいいじゃないですか、これモダンエイジ、中にカットソー、そしてこうやってポケットに手を突っ込むと、で、まあね、これシャツでもいいかな。なんか僕はシャツ着てタイ締めてもネクタイ締めてもなんかそれはそれでちょっと、チンピラみたいでね、ちょっとヤクザっぽく
着こなせるんじゃないかなと。いいね。ああ、パワー入ってますね。パワー入ってます。そんな感じで、じゃあ次、テーパードの方、ピンクのテーパードを履いてみようかな。おい、ピンクの上下着てみました。下テーパードです。テーパードだとまた全然印象違うと思いますよ。うん、一応これがサイズ1の、お値段3万6000円なので、ちょっとですね、ワイドよりはお値段は安くなるとそういうイメージです。はい、いやでも形綺麗ですね。やっぱりこれか、このパープルのやつに引き続いて、やっぱテーパードの形も非常に綺麗ですね。さーっとさーっと、テーパードかかってるかなというイメージです。で、腰回りワンタックで、まあ、若干ボリュームあるんですけど、でもそこまでですね。うん、うん、いいじゃないですか。で、なんかね、まあ今だったらさっきのな、ワイドの方が合うかな。これジェントルマンですけど、まあこういうね、ウォレットチェーンなんかもやってしまうと、だいぶまた今っぽくなるんじゃないですか。あ、今っぽいですね。ぽいっすね。うん。とかね。いずれせよなんかね、セットアップなんだけども、ちょっと崩すというか、やっぱそういうとこ、そういうところを作る着こなしが、なんか僕はいいんじゃないかなというふうに思ってますけどね。はい、どうでしょう。ちなみに菅田将暉が着てた、菅田将暉様が着てたピンクのセットアップは、あれ下、僕勝手にワイドとか言ってたんですけど、あれはテーパードらしいですね。あれはテーパードらしいです。はい。そんな感じで、リトルビッグのセットアップがとうとう揃ったというわけでございます。はい。これでもう、さっきも言いましたけども、ラインナップは揃いました。また言っとくか。基本再入がないので、ご了承ください。そこは結構売り切れちゃった後にお問い合わせとかいただくんですけど、基本ないので再入荷は。はい、それだけは最後に言っておきます。で、詳細はまた概要欄に貼っておきますので、よければチェックしてみてください。ではまた。